東京消防庁、東京消防庁、東京消防庁、略称、東称、TFD は特別区の消防本部であり、特別区の連合体としての東京都が設置している、消防組織法第26条内市第28条。本来の管轄区域以外にも、消防事務委託制度により委託された多摩地域29市町村の消防業務も受け負っている。 東京消防庁という名称は、東京消防庁の設置等に関する条例の第2条、第2項により定められている。混同されやすい組織名に、総務省の外局である、消防庁がある。しかし消防庁は、警察庁などのように、政府機関、国家行政組織であるのに対して、東京消防庁は、地方、東京都の機関である。また、日本最大の消防組織である。 ちなみに、東京消防庁に次ぐ、消防組織は、大阪市消防局や横浜市消防局であるが、東京消防庁とは、大きく、規模に差がある。約1万8千人の職員を抱えており、これは、全米最大のニューヨーク市消防局の1万1人を、上回り自治体の消防では、世界第一位の規模である。本部庁舎は、東京都千代田区大手町一丁目3番5号にあり、 丸の内消防署に隣接している、建物としては別当である。消防組織法に基づく原則論からすると、特別区といえども、現行の地方自治法のもとにおいては市に準ずる、基礎的地方公共団体であることから、地方自治法第281条の2第2項、その消防責任は、個々の特別区が負うべきはずである、消防組織法第6条。しかし、 地方自治法第281条の2第1項では、都は特別区の損する区域において特別区を包括する広域の地方公共団体として地方自治法第2条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統制の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが 必要であると認められる事務を処理するものとすると定めている。さらに、消防組織法第26条により、特別区の損する区域においては、特別区が連合してその区域内における、消防組織法第6条に規定する責任を有することとなっており、第27条第1項で、特別区の消防は、都知事がこれを管理する第2項で、特別区の消防庁は、 都知事が任命するとされ、さらに、第28条で、特別区の損する区域における消防については、特別区の損する区域を一の市とみなして、市町村の消防に関する規定を順用すると、定めている。地方自治法の規定と、消防組織法の規定が、相まって、特別区の損する区域の消防責任は、特別区の連合体である都が負担することになっている。 東京都区部、東京23区における消防の組織は、上述のようなやや難解な法制度のもと、他の道府県市町村には例を見ない、広域、大規模な組織となっている。東京都成立の歴史的経過と合わせて解釈すると、区部全域をもって一つの地、旧、東京市に相当する仮想の地が存在するものとして扱い、その市の行政責任者としての、 東京都知事が消防に関する関係を行使する。そして、このエリアにおいて消防事務を実施する機関が旧東京市としての地位を承継した東京都の内部機関である東京消防庁であると解釈できる。したがって東京消防庁は東京都の機関であるものの消防組織法における同庁の性格は東京都の消防本部ではなく東京都区部 23区の消防本部ということになり、同庁は市消防本部や市消防局といった市町村が単独で設置する消防組織と基本的には同じ位置づけといえ、特別区が連合して設置する機関ではあるが、一部事務組合とは格をことにする組織である。なお、市町村は消防組織法第6条の原則により独自の消防責任を負担するが、 消防組織法第31条及び地方自治法第252条の14による消防事務委託制度を利用することにより、他自治体の消防本部消防業務を委託することができる。この制度を利用して、多摩地域30市町村のうち29市町村は、東京特部の消防本部たる東京消防庁に対して消防事務を委託している。これら委託による、 管轄エリアは、受託、委託区域と呼ばれる。本来この制度は、独自に消防を維持できない、過疎市町村が利用する例が多いが、多摩地域29市町村の場合は、消防力の強化を目的とている。多摩地域30市町村のうち29市町村が、消防委託を利用しているため、区部を除く東京都の市町村で、本来の消防組織法の原則通りに、 独自の消防本部を設置しているのは、稲城市消防本部、大島町消防本部、三宅村消防本部、八条町消防本部の4市町村のみとなっている。多摩地域29市町村においては、消防組織法の原則と例外が結果として逆転している状態となっている。その他の、都島村、新島村、甲津島村,島村、三倉島村、青ヶ島村、島村村小笠原村では、 常備消防は未設置である。現在の東京消防庁に相当する組織は1948年昭和23年3月7日にそれまで母体であった警視庁消防部から分離独立したがその段階では東京消防本部等の設置に関する条例に基づ東京消防本部と称していた。ところで同じ時期に警察制度の抜本的改正があり 旧警視庁は内務省の地方官署としての地位も失い、これと同時に特別区を管轄するために東京都によっておけされた自治体警察として生まれ変わったのであるが、東京都の行政組織に改変された後も首都警察としての面を有することもあり、なお従来の通り警視庁と称することを認められた。当時の敗戦下の日本を間接統治していた GHQ は、 消防と警察の職責は共に重要であり、双方共に同等の関係でなければならないという理念に基づき、東京都、警視庁、東京消防本部の三者に対し、東京の消防本部の名称とその庁の職名も、警視庁、警視総監という名称、職名のように、その職責にふさわしいものにすべきであるという内容の指導した。さらにこの意見は、 GHQ としての発言である旨を補足し、消防の組織及びその長の名称は、警察と同一にすることが民主的であると強調した。これに対して、旧来の県知から一部反対意見はあったものの、日本の民主化は、ポツダム宣言第10項及び第12項に基づく最重要案件であることから、GHQ は反対意見を説得力を欠くと判断。東京都は、 再度自主的に GHQ の意向を組んだ方向で検討し、東京消防本部等の設置に関する条例を、東京消防庁の設置等に関する条例と名称変更するとともに、所要の改正をなし、1948年、昭和23年5月1日に、これを施行した。この条例の施行に伴い、東京消防本部は、東京消防庁となり、同時に、 消防本部長の職名も警視庁の警視総監に習って消防総監となっとされている。消防事務委託を受けた29市町村の従前の消防本部は下記の通りである。自治体名は委託当時のもの。東京消防庁は自治体の設置する消防本部の中で唯一消防庁の文字を含む名称を有している。消防組織法第9条において 市町村における消防の本拠機関として、消防本部を置く旨を定めている。町の故障は、法令用語としては、内閣府及び、省の外局、及び、各都道府県庁、またはその、市長などという形で現れている。一方、当時の国家行政組織法などには、府、省、省の名称独占規定の存在は伺えないものの、 昭和20年代の日本国政府や都道府県のレベルでは行政機関の種別を表す庁の使用を極力定型しようという動きもあったようである。なお現在では地方公共団体の組織で庁の名称を用いているものとして道府県の企業庁、教育委員会事務局としての教育長なども存在してり庁の使用を極力定型化しようという従来の 流れはすでに過去のものとなった模様である。この企業庁は経済産業省の外局である中小企業庁と類似した名称を有するものの、その内実は地方公営企業体であり中小企業庁との直接の関係は有しない。東京消防庁のほかに消防庁を称する機関として国家行政組織である消防庁がある。消防庁は 総務省の外局として設置されており、総務省消防庁と呼ばれたり、国省とも略称れることがある。これは、消防組織法の施行、1948年3月7日により、国家消防庁が国家公安委員会の外局として誕生したことに由来する。国家消防庁は1952年8月に国家消防本部に改組され、1960年に 国家公安委員会から、自治省に、遺憾、2001年1月の中央省庁再編により、総務省の外局となり今日に至っている。これに対して、東京消防庁は、東省、東市用と略称されている。また、かつては、東京都以外の一部自治体の消防本部も、消防庁の文字を含む名称を使用していた時期があり、大阪府に、 大阪消防庁が存在していたとも言われている。しかしながら、大阪市及び大阪市消防局のホームページ上には、その存在を裏付けられる記述は見当たらない。その一方、大阪消防庁の名称が記録されている、公の記録として、第104回国会参院会、第二分科会第一号議事録、国立国会図書館、国会会議録検索システムが存在していることも、あり。 大阪消防庁の存在について積極的に肯定できる根拠もないが、その反面、単純に否定することもできない。東京消防庁の組織は、人員は消防総監以下約1万8000人の職員を抱えており、これは消防機関として世界最大の規模である地域住民を中心に構成された消防団員、非常勤2万6000人、 23区1万6千人を指揮する立場にある。東京消防庁職員の身分は東京都の公安職地方公務員である。また、歌舞伎館としては、警視庁同様に第1から10方面に方面本部を設置し、その管轄下にある特別区及び受託市町村に設置されている消防署81署2015年平成27年5月現在に対して、 式、統括を行う。他の消防本部と異なり、本部直轄の中央消防署は置かれていない。なお、特別区の損する区域においては、特別区の連合体としての東京都が第一次的な消防責任を負い、消防団についても同様に東京都が所掌の権限を有する。そのため、東京消防庁の消防署のうち、この区域内に損するものについては、 東京都規則、特別区の消防団の組織等に関する規則に基づき、地域の消防団本部を兼ねており、消防団に関する事務も所掌している。東京都の特別区の損する区域以外の区域では、各市町村が消防責任を負うが、多くの市町村は、東京特部の消防本部たる、東京消防庁に消防事務を委託しており、そのため、 東京消防庁の管轄は、本来の管轄範囲を大きく超えるものとなっている。第8、第9消防方面本部の管轄区域が、消防事務の受託区域に該当する。現状では、東京消防庁本来の管轄区域たる、東京特部のほかに、多摩地区の稲城市、東諸部の大島町、八条町、三宅村のみが、消防委託を利用せず、消防業務を独自に出向している。例 稲ネ消防本部。119番通報は、東京23区特別区からのものは、千代田区大手町にある、本部庁舎内の総合指令室、災害救急情報センターが、多摩地区からのものは、立川市にある多摩指令室が受ける、特別区と多摩区の境界付近では、蒸気のようにならない場合もあるが、受信後の対応はどちらでも同じである。本部の内部構造は、下記の通り、 この他に、消防学校と消防技術安全所がある。消防本部の長である消防庁は、東京消防庁の場合消防理員として最高位の階級である、消防総監、階級名であると同時に、職名でもあるがその任にあたる。なお、消防総監は、東京消防庁にのみ存在する階級であり、全国の消防理員の中でも、国内最高位であることから、 全国消防庁会の会長をも兼任している。ただし、消防組織の階級はあくまで、当該自治体が設置する同一の消防組織の内部においてのみ識、監督、命令などの関係の根拠となるにとまる。例えば、東京都の特別区の消防庁、消防総監と東京都稲城市の消防庁は、おのおの対等の立場にあり、 かつ相互に独立しているため、稲城市の消防庁、稲城市の消防庁は、稲城市消防本部の組織等に関わる規則により、消防官を持って当てる役職であるが、東京消防庁における、消防官は、本庁課長内市消防署本署の所長クラスであるが、東京都の特別区の消防庁ある、消防総監の指揮を受けることはい。なお、消防総合応援の行われている、 災害現場にあっては、消防ーンは、相互応援協定の内容に従い、かつこの限度で、他の消防組織のー員の指揮に服することになる。この協定には、応援室状態は、すべて現場の非応援側最高指揮者の指揮に従う、ものとする、旨の規定が定められるのが通例であり、災害現場における応援室状態の最上級、指揮者が非応援側の最上級規範より階級が、 上位であったとしても、非応援側の最上級指揮者の指揮に服することとなる。ただ、昭和48年7月26日に発生した、東久留米市消防本部管内、現、東京消防庁東久留米消防署の矢崎製パン、武蔵野工場の大火災では、消防部隊のほとんどが、東京消防庁の部隊であったため、東京消防庁の署長が、指揮権を取ったことがある。 消防総監は、現行の警察法における、警視総監とは異なって、地方公務員であり、国家公務員である、警視総監とは、身分や扱いが異なっている。警察は国家及び、都道府県がその主体となっているのに対して、消防は、市町村主体であるため、警視総監以下警察官の階級及び官職が、原則として、警察法により定められているのに対して、 消防総監以下、消防理員の階級及びその役職は前日の通り総務省消防庁の定める階級の基準及びこれを基準とした個別の条例規則などにその定めを置くなどの相違点がある。なお、東京消防庁消防総監が誕生した当時に施行されていた旧警察法の下では警視庁も東京消防庁と同じく特別区の 連合体として組織され、第51条、警視総監といえども東京都知事の所轄のもと、特別区公安委員会の任免、管理権に服する東京都の公安職公務員に、過ぎず、第52条の2、かつ、その警察法による職名も他の自治体警察の、市、町の警察庁と同様に、特別区の警察庁とされ、第52条の2第1項。当時の、 警視総監の職名、階級は現在とは異なり警察法に直接根拠を置くものではなかった。現在の東京消防庁の構成にかなり近いものであった。ただし、当時の警視総監は東京特部を管轄する自治体警察の庁であると同時に首都警察の庁でもあったため、校舎においては現在も同様ある。その悲面には内閣総理大臣の意見を聞く必要があった。 第52条の2第2項が、消防総監に関しては、その必要がないなど、わずかな違いは存在した。東京消防庁の階級は10あり、次の通りとなっている。ない、事務上の役職、ない、活動上の主な役職。現在消防庁では、執務服や救急服、救助服などには刺繍ベースの階級章を使用しているが、 このタイプは生産が終了しており、今後シリコン製のものに切り替えられる。防晶もモールショーなどすべてシリコン製に切り替わっている。すべての消防署、消防出張所に配置されている、一般に言われている消防車で消火活動に当たる隊である。通常、2台1組の中隊として活動し、車両1台に隊長、消防司令補または、 消防市長以下4から5名の1個小隊が乗車する車両1台のみ配置の諸所もあり、この場合は別の諸所から1個小隊が同時に出動してドッキング、渋滞になる。普通消防ポンプ車と呼ばれるもののほか、科学者、水槽譜、はしご付けなどの車両がある。活動内容は消火活動のほかにも救助や危険排除、救急活動などと幅広い。 特別救助隊、通称、レスキュー隊、愛称、東京レスキューは、救助式材を装備した救助者、東京消防庁では救助工作者ではなく、救助者と呼ぶに登場し災害時の人命救助を専門とする部隊。専門研修を修了した、体力、技術に突出した隊員で構成される。1969年、昭和44年に、 高島地消防署長田町出張所に設置され、2015年、現在は都内に24体の特別救助隊が設置されている。オレンジ色の制服の左肩と救助車にホースと筒先で囲まれたセントバーナード県のバリー号、スイスで災害救助犬として活躍したが描かれた青色の紋章をつけているのが東京消防庁の特徴。一体は、 それぞれ3個小隊、3部交代制の勤務についている。1個小隊の人数は、隊長、消防司令補、以下5から6名。30メートル級、40メートル級のはしご車で、高層建物などの消火、救助活動を行う。隊員には、特別救助隊の予備隊員や経験者が多い。東京消防庁では二千十五年四月現在、百四十隊。 配置されており、1個体は、隊員1から2名、隊長、運転手の3名もしくは4名編成である。すべての救急隊において、最低1名救急救命士が乗車する、高規格救急車で運用されている、一部の隊では、機関送管や薬剤、アドレナリン投与に関する講習を終了した救急救命士が乗車しており、今後すべての隊に配置する予定である。 出動回数の増加により2000年4月から救急車が現場にすぐに急行できない場合や救急隊のみでは搬出などが困難な場合に対応するためにポンプ車が現場に行したり同時に出動する PA 連携を行っている2016年6月17日に発足した本部直轄の救急隊日中隊は観光客による 救急要請が多い東京駅付近で、夜間帯は繁華街からの救急要請が多い、新宿付近に移動し、時間帯等によって変化する、救急需要に合わせて運用することで、現場到着時間の短縮を図る部隊。NBC 栽培や感染症、多数症病者、多言語、外国人旅行者にも対応する。感染症に対応するための陰圧機能を有する。 特殊救急車や重体重対応のストレッチャーを配備している。救急機動部隊では、本部機動第1救急隊の特殊救急車と、本部機動第2救急隊の高規格救急車の車両2台と29名の隊員で構成されている。東京2020大会を見据え、増加が予想される外国人の救急事案に,に対応するため、平成26年4月から、 館内の8所13体を英語対応救急隊として運用を開始した。平成28年にはさらに6署23体を指定。平成30年現在14の署36体で運用している。救急活動に必要である専門的英語能力や接遇技術を備えた隊員により適切かつ迅速な救急活動を実施している。 近年の多様化する消火活動に対応するため、結成された消火活動に特化した中隊。初期は、各方面本部隊員2個中隊の計20個小隊で、発足し、2006年8月4日の第3弾配備により、全消防所管内ごとに1個隊、80個中隊が配備完了した。救助隊がオレンジ色の活動服。 防火服で識別されるのと同様に、金色の防火棒に、黒色の防火服などで識別される。一般の消火体は、銀色の防火棒、ベージュに近い色の防火服。車両は、基本的には普通ポンプ車、小型ポンプ車と水槽付きポンプ車、化学車、水槽付きポンプ車、停滞付け、水槽付きポンプ車、等体付きのいずれかの2台で構成されている。 災害が発生した状況や活動する消防部隊への危険など、あらゆる情報を収集して、活動方針を決定し、各隊や本部へ伝える。災害活動の現場で指揮を取る、大隊長、消防署長が務めると指揮担当、上担当、運転試験通信担当、伝令の5命で構成され、現場で活動する全部隊、中隊、小隊の指揮、 統制にあたる重要な部隊である。消火救出活動には、直接携わらず、多数の通信、無線機器を装備した、指揮者で出場する。なお、指揮隊者は9人乗りワンボックスをベースとしている。指揮隊は、蒸気のような災害現場での総合指揮、統括の任務を担当している。指揮隊の出場要件は、指令室の判断もしくは大隊長の判断による。例えば、 東京消防庁の場合、通常の救急要請もしくは PA 連携の場合には、ポンプ隊、遺体、救急隊で出場するが、自傷などの暴力を伴う事案や、刃物などの凶器を使用した事案など、詳細な聴取、報告が必要で、隊員に対する加害、活動の妨害を防止するため、警察との連携のもとに活動する場合などは、指揮隊を出場させる。なお、 東京消防庁では、出火法や危険排除、救助活動の場合は、各地段階でその災害現場を管轄する、指揮隊一体を出場させる。指揮者は、災害現場での推移を冷静に把握、判断し、活動の適切な加盟を行う。東京消防庁での指揮隊は、各消防署本所と各方面本部、警防本部指揮隊を設けている。警防部の指揮隊は、 本庁警防部職員4、5名で構成され、東京消防庁管内で発生した多数の要救助者が発する事故、大規模な炎症火災などに出場し、統括式を実施する。水難救助隊は、河川や海で発生する水難事故に出動し、潜水検索などの救助活動を行う部隊。消防艇や消防車で火災などの災害にも出動する。 特別救助隊がホースと筒先で囲まれたセントバーナード剣のバリー号が描かれた青色の紋章をつけているのに対して水難救助隊はセントバーナードの周りが浮き輪やロープで囲まれた紋章をつけている。また、日本橋、浜町出張所、高輪港、南出張所、臨港消防署には消防艇が配備され船長隊長、機関長、幹板長、相談員、 甲板院で構成される集停隊が船舶火災や水難事故、重油流出事故、水難救助隊と連携した水難救助活動等を行っている。山岳地域での災害時や山岳遭難、滑落事故など山岳救助事案の際に活動する部隊、ポンプ隊や特別救助隊と兼務体制になっている。車両は秋川消防署よび奥多摩消防署が 日産、サファリ、青梅消防署がエルグランドをベースにした山岳救助車を使用2013年12月現在。八王子消防署に関しては寄贈されたダイハツハイゼットが2台1組で運用についている。さらに山岳救助隊はスイフトウォーターレスキュー、急流救助に対応している。これはレジャー客が中洲に取り残された黒倉川水難事故を 起点とししてており、急流救助に対応できるる。知識、技術をを持ち、専門の資機材を装備している特別救助隊がホースと筒先で囲まれたセントバーナードのバリー号が描かれた青色の紋章をつけているのに対してロープで囲まれたセントバーナードと山が描かれた紋章をつけている。毒撃物や有毒ガス流出など化学災害に特化した部隊。地下鉄。 サリン事件でも投入された特殊災害小隊とポンプ小隊で編成され特災小隊は質量分析装置赤外線ガス分光装置や圧式防護衣などを搭載した特殊災害対策者に登場して出動する火災などの災害時には通常の消防隊としての活動もする一個小隊は消防活動二輪車 ヤマハセロー225及び250ベース2台、水槽付けポンプ車、または普通科学車で構成され、2台ペアで運用。1台は、ポータブルキャフス、ムサシを装備し、もう1台は、簡易救助器具、応急救護資機材を装備している。震災、水災時は1台で、情報収集にあたる。なお、配置の、各消防署には、予備用として、一線を退いた。 消防活動二輪車が、非常用消防活動二輪車として一台ずつ、配置されている。イコールセロー250配置所所、平成18年度更新、イコールセロー250配置場所、平成22年度更新。消防救助機動部隊、通称、ハイパーレスキューとは、阪神、淡路大震災を教訓として1996年、平成8年に編成された部隊。 発足当初は、第2型消防面本部、大田区の第2消防方面本部消防救助、機動部隊、2HR と、第8消防方面本部、立川市の第8消防方面本部消防救助機動部隊、8HR が、震災対応部隊として、創設された。さらに二千二年に、第三消防方面本部、渋谷区に創設された第三消防方面本部、 消防救助機動部隊 3HR は、毒撃物災害、生物兵器テロ、放射能災害など NBC 災害対応部隊である。2007年4月25日には、第6消防方面本部、足立区に震災及び大規模水害対応部隊である、第6消防方面本部消防救助機動部隊 6HR が新設された。 2013年3月30日には、第9消防方面本部に NBC 災害及び震災対応部隊である、第9消防方面本部消防救助機動部隊 QHR が新設された。2016年1月6日に航空隊に空のハイパーレスキューである航空消防救助機動部隊、通称エアハイパーレスキューを新設。同部隊は、 国際消防救助隊や緊急消防援助隊として国内外の災害に対して常時派遣する体制を整えており、新潟県中越地震において緊急消防援助隊として派遣され土砂崩れ、現状で埋没車両から九十二時後に当時二歳の幼児を救出した事例や福島第一原子力発電所事故で冷却機能が失われた使用済み核燃料プールへの放水活動が 一般の樹木を集めた。なお特別救助隊がホースと筒先で囲まれたセントバーナードのバリー号が描かれた青色の紋章を付けているのに対してフック付きワイヤーで囲まれたセントバーナードのバリー号が描かれたゴードの紋章を付けており、NBC 災害に対応する第三方面消防救助機動部隊は科学防護衣にセントバーナードが描かれた紋章を付けている。 消防救助機動部隊は、機動救助隊、機動特化隊、機動科学隊、機動救急救援隊で構成されている。装備部に所属する消防ヘリコプターによる各種消防、救急、救助活動を任務とする部隊。本部は、立川市の立川防災施設、立川広域防災基地内にある、日本の消防機関の中で最初に設置された航空隊であり、 1967年、昭和42年に活動を開始した。ヘリコプターにより、上空から消防情報活動、消防、救助活動、救急活動を行うことを任務とする。運用拠点は、立川飛行場と東京ヘリポートの2カ所。東京消防庁航空隊の操縦士、整備士、航空無線担当、航空消防救助機動部隊。 エアハイパーレスキューの航空救助員、特別救助隊資格者と航空救急員、救急救命士資格者は全員消防学校を卒業した消防理員である。指導広報部広報課には音楽隊が置かれている。東京消防音楽隊は消防学校を経て消防署のポンプ招待や救急隊に所属している消防理員、消防官の中で 音楽隊員の希望者から隊員を選抜しているが、選抜される隊員の多くが音楽大学を卒業している、消防官で占められている。東京消防庁は、緊急救急、火災、震災などの災害対応の体験型学習施設として4カ所の博物館、防災館を開設している。本部庁舎は、健康61メートル、 鉄塔部58メートルの総高119メートルと通報番号と同じ数字である。ただ視聴者ビルの建設当時の職員はすでに退職しており記録も残っていないため、これが意図的に設計されたものか偶然なのかは明らかではない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。